けると、はい、こんな感じで、え、こんな時に電話かけて大丈夫？仮面ライダーカブだ。うわー、こんにちは。一番好きなケーキはあのフルーツのタルトのやつ、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです、ケーキです。それでは見ていきましょう。ということで、なんとケーキが届いちゃいました。ケーキ食べるのめちゃくちゃ久しぶりかもしれません。はい、ということで中身取り出すと、はい、あ、こんな感じになってるんですね。なんと仮面ライダーガブのケーキです。はい、そしてこれがあれか、はい、限定ごちそうってやつでしょうか。はい、嬉しいね。ということで今回ね、なんとそのこれの前にあの撮影した動画がありまして、これね、このファントムシンカリオン弁当をあの24時間断食してあの食べてみたっていう動画あるんで、よかったらそちらも見てほしいんですけれども、その24時間断食してファントムシンカリオン弁当を食べた後です。はい、なので全然まだめちゃくちゃお腹空いてます。はい、であとやっぱこういうしょっぱいもの食べた後って甘いもの食べたくなりますよね、皆さん。はい、ということでめちゃくちゃ楽しみです。はい、こんな感じで、あ、バレンもいる。はい、で、はい、ガブとバレンで、ガブ、はい、で、こんな感じになってます。あんま動かすとケーキが崩れるかもしれない。はい、で、あ、デコレーションの仕方とか下に書いてるけど、あれだ、あんま箱を動かせない。はい、で、ここをこうすることで、あれだ、持ち運びができるって感じか。はい、なるほどね。じゃあ早速開けましょうか。はい、ということでこのケーキをちょっと食べる前にこっちね、見ていきましょう。ポッピングみごちぞうキャラデコバージョン。はい、ということでこんな感じの紙とシールとこれが入ってました。これあれだね、ガシャポン版と同じっぽいですね。この成形色クリアになってないっていう、これはね、はい、でこのシールを貼るタイプっていうのがガシャポン版とね、はい、似てます。じゃあね、早速ちょっとシール貼っていきます。はい、まあ、これは普通にね、こうやって剥がしてあげて、でここにこうやって合わせてね、はい、ピッとこうやって貼ってあげる感じでしょう。はい、こんな感じでね、はい、貼ってあげて、でこれだね、ちょっとこっちからいくか。はい、なんかネクタイみたいなのしてるってこと、あ、これか、あれか、リボンか、このプレゼントのリボンみたいな。はい、このさ、おもちゃも入ってるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいよね。はい、で次この中身はこれを外して、でこれだね。うわー、すごい、このケーキをこう食べてるね、ごちそうが。はい、でこれをこうやって貼ってあげると。はい、でこれでね、はい、いいんじゃないでしょうか。こんな感じになってます。はい、かわいい。これじゃあ、はい、じゃあこれをこっちのねガシャポン版と比べるとこんな感じになっております。はい、ガシャポン版とやっぱ一緒ですね。はい、でただ多分基板もついてますけど音声が違うんじゃないかなと思います。はい、で開けると、はい、こんな感じで、はい、この舌をね、ベロンとやってるっていう感じになっております。はい、でちなみに、はい、デラックス版と比べるとこんな感じです。このデラックス版はね、このクリアの成形色になってるって感じですね。はい、それでは、皆さんね、お楽しみのこちらね、仮面ライダーガブ、変身ベルトね、ガブで音声聞いていきましょうか。
いきます。コングラチュレーションって言ったな。え、全然違うね。イートグミじゃなくてイートだったし、しかもこのなんかちょっと賑やかな、なんか本当にお祝いしてるようなね、あの BGM が鳴って、で別にその変身ポッピングミとかっていうその名前とかの読み上げはなくて、ただわーって言って騒いでましたね。すごい、これは特別感あるね。じゃあ必殺技いきましょうか。はい、コングラチュレーションって言ってましたね。すげえ、全然違うね音声が。じゃあちょっと普通のもおさらいで聞いてみますか。はい、こんな感じでポッピングミージューシーとかって言うんですけどね、それとかなかったですね。じゃあ必殺技、はい、いやーなるほどね、結構音声ね違いましたね。はい、こんな感じで、はい、でね、ご地蔵が入ってるって感じになります。まあご地蔵はね1体500円なので、このためだけにこのキャラデコケーキ買うっていうのはちょっとね、割高かもしれませんが、なんか本当に誕生日とかねだったら、ね、めちゃくちゃ可愛くてね、仮面ライダー好きな子だったらめちゃ喜ぶんじゃないでしょうか。それではね、ケーキの中身取り出しちゃいましょう。はい、うわー美味しそう。はい、こんな感じになってます。あ、ろうそくだね。はい、ろうそく入ってます。でこれがケーキだね。はい、うわー、いや今回チョコケーキにしました。僕チョコケーキの方が好きなんで、ね、白いやつより。あ、これあれだ、ピックシートさせるやつか。なるほどね。はい、ということで、うわこの透明なカバーも取っちゃおっかな。じゃあはい、いきます。はい、いやうわ美味しそう、やば、ケーキめっちゃ久しぶりだ。でこのこれをこう開いてちょっと開けますけれども、こうやって開けて、はい、取り出してあげて、でこれを刺すんだ、こうやって、はい、切り取って、そしてこれをここに差し込むと、うわー、いきます。はい、差し込みました。そしてこれだね、はい、ごちそうとチョコ丼、これもこことかに。はい、こうやってあげればめっちゃ賑やかになると。でさらにろうそくとかね、はい、刺してあげて、あのまあ年の数だけね、はい、僕は27本刺さなければいけないんで、まあ、刺しませんけれども、はい、っていうね、はい、こんな、うわこんなさケーキが来たらさテンション爆上げだよね。ね、ブンブンジャーの方はおもちゃつかないっていうからさ。
まあ、まあ、別にね、あれですけど、はい、仮面ライダーはね、毎回おもちゃつけてくれますからね、はい、嬉しいね。それでは早速ね、このケーキ食べちゃいましょうか。はい、この横のやつをね、はい、くるっと外してあげて、それでは切っていきます。あの包丁をね、使うので、まあ大人の方にね切ってもらいましょう。はい、こうやってね切っていきますよ。はい、めっちゃケーキ久しぶり、本当に。こんな、なかなかケーキ食べる機会ないからな。はい、でこうやって、はい、移しますと。はい、さてさて、うわ、断面もいいね、これめっちゃ美味しそう。はい、ということで、はい、この部分をね、ちょっと食べようかなと思います。はい、もうチョコもあります。チョコ乗ってんの嬉しいな。ちょっとチョコからいこうかな。はい、すべての、この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。はい、チョコいきます。うん、おいしい、おいしい、おいしいです。このさ、ケーキのこのなんかプレートみたいなチョコ食べたくなるよね。普通の板チョコとかとね、あんま変わんないっていうのに。はい、じゃあケーキいきましょう。チョコのスポンジとチョコのクリームだね。はい、のケーキです。じゃあいただきます。うんうん、うわうわ、久しぶりに食べたチョコケーキ、美味しいね。やっぱり美味しいです。やっぱシンプルながらこれなんだよね、うん、これが一番美味しいかも。うん、うん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 、この見えるかな、このクリームの中にこのチョコのなんかかけらみたいなのが入って、それがなんか食感のアクセントになってまた美味しいです。美味しい。これあれか、この箱には栄養成分表とかないか。はい、まあ、ちょっと一旦最後のやつをね食べます。うん、いやー、めちゃくちゃ美味しいですね。で、これなんかね、このアプリ、スマホのアプリのキャラパーティーってやつで、なんか写真撮ったりとか、あと、その、電話ができるらしいです。キャラデコールってやつがあるんで、キャラデコールしてみるか。キャラデコのケーキの箱を読み込んでねって書いてる。はい、こんな感じで。これを読み込むのかな？これでいいのか。側面に、あ、来た。どんなメッセージが聞きたい？お誕生日をお祝いしてほしい。頑張ったことを褒めてほしい。おしゃべりがしたい。クリスマスを一緒にお祝いしたいができない。お誕生日をお祝いしてもらいましょうか。あ、通話中仮面ライダーガブ。電話に出る。よっ、俺は仮面ライダーガブだ。お誕生日おめでとう。今日は君のお誕生日だって聞いて、俺も君をお祝いしたくて電話したんだ。ところで何歳になったの？27です。お、それはすごいね。特別な一
一日を過ごしてね。俺はこれからも君を応援するよ。じゃあまたね。なるほどね、ショーマだね。ショーマの声でガブとねお話ができるって嬉しいね。じゃあ次、頑張ったことを褒めてほしい。うわ、なんか大丈夫？大丈夫？え？こんな時に電話かけて大丈夫？仮面ライダーガブだ。今日はすごいことができたんだって。そう、俺にも教えてよ。このね、27歳の男がこのキャラデコのケーキを食べるという、うん、すごいね、動画を出して、よくやったね。ありがとうございます。俺も君みたいに人の幸せを守るために頑張る。おっと、またグラニュートの仕業か。俺は戦いに行ってくる。お互いこれからも一緒に頑張ろうね。またね。はい、って感じか。この他の下のおしゃべりがしたいとかは押せなくなってますね。はい、まあという感じなのかな。はい、こうやって仮面ライダーガブともね、お話ができるということで、いやーすごいね。ちょっともう一切れいただいても良いでしょうか。はい、美味しい、めっちゃ美味しいこれ、はい、24時間断食してたからね、うん、めっちゃお腹空いてるわけで、もうケーキなんてもうたまんないから、はい、めっちゃ久しぶりに食べるし、はい、じゃあこの上のチョコもね、うん、美味しい。うん、美味しい。で、このキャラデコのカロリーとか調べたんですけど、なんか出てこなくて、普通に一般的なケーキの、まあ、カロリーとかになっちゃうんですけど、まあ午後のケーキで調べて、あ、やっぱチョコレートケーキって普通のホイップのケーキよりもカカオの脂質が高いからその分カロリーが増えるんですって。で、ケーキ、普通のケーキの5号、これ5号サイズなんですけど、6カット、6分の1カットで、366キロカロリーじゃなくて、これが普通のケーキで、チョコケーキが400キロカロリーぐらい。あ、結構するね。やっぱケーキってカロリー高いんだね。で、今これ2個目だから800キロカロリーですね。で、さっきシンカリオン弁当が350キロカロリーぐらいなんで、まあ、それでも1000とかだな。1日でね、1000だって全然ですね。僕2300キロカロリーぐらいかな、毎日取ってるんで、うん、あ、2200キロカロリーですね、取ってるって。全然食べれるな、まだまだ、うん、断食してたから。はい、まあ、ということで、はい、めっちゃ美味しいね。うん、うん、美味しい。やっぱこのチョコのクリームが美味しいですね。すいません、もう一切れいきます。美味しいんで、はい、ちょっとこのぐらいでやめとくか、さすがに食べ過ぎ良くないんで、ね、はい、僕はちょっと断食をしていたというね、理由があるので、はい、今日はまあ全然まだまだカロリーとっても大丈夫なんでね、はい、3つ目ちょっといっちゃいますけど、これで1200キロカロリーか、うん、この 3×4 だからね、400×3 で1200キロカロリー、うん、
うん、美味しい、うん、何回食べても美味しいね。この上のチョコ美味しい、ね、はい、うん、うん、そうそう、まだ前に56箱買った仮面ライダーチョコもまだ全然残ってるんですよね。56×3 だから、168ぐらい、168本あるんですよ、仮面ライダーチョコ。それまだ全然残ってますね。袋にまとめて入れてるんですけど、うん、だから、はい、めっちゃチョコ尽くしです。はい、ということで、まあ、1200キロカロリーですね。全部食べたら2400キロカロリーなんで、さすがに一人でこれ全部は1日で食べるのはちょっとやばいんで、明日以降ちょっと分けてね食べていきたいなと思います。はい、ということでね、今回のこのキャラデコケーキね、いかがだったでしょうか。もしお子さんにね、買ってあげたいっていう方ね、これクリスマスバージョンもありますので、今回僕はお誕生日バージョンにしたんでおめでとうって書いてましたけど、クリスマスバージョンはメリークリスマスって書いてあったりするので、そのクリスマスバージョンねもいいでしょうし、うん、このお誕生日ね、これからあるよっていう、ね、方はそのお誕生日バージョンでもいいと思うので、はい、このねご地蔵が手に入るので、このご地蔵はもうほんとキャラデコのこのケーキ買うことでしか手に入らない限定のご地蔵なのでね、はい、もうめっちゃ特別な思い出になると思いますので、はい、よかったらこれね買ってみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルキルでした。